Hi, what's up, guys? どうもテレビ多目のタモリです。今日はね、金曜日なんですけど、学校がね、授業が僕は金曜日が一個もなくてオフになってるので、そういうオフの日の僕のゆるい一日の過ごし方を Vlog していけたらなと思ってます。ちょうどね、今寝起きでね、ちょっと髪型とか顔もほぼ死んでるんですけど、今から朝ごはん食べてお風呂入って出かける準備して、ちょっと出かけていこうかなと思います。ではまた次の画角へ行こう。はい、まあ朝ごはんはね、こんな感じでいつも簡単なんですけど、今日はお茶漬けにプロテイン一杯っていう感じになってます。これ食べてお風呂入って早速準備していこうと思います。はい、ってことでね、今日はね、何していくかっていうのまだ話してなかったと思うんですけど、今僕大学近くの一人暮らしのアパートにいるんですけど、でも出発する感じになるんですけど、一旦ね、地元の方に戻って成人式の髪切るのを、今短髪かちょっと成人式だからちょっと派手めにするかでめっちゃ迷ってて、今日はちょっとその派手めにするパターンで行く時のお店の方にちょっと行って、髪の長さとかその自分がやりたいと思ってるちょっと派手めな髪型できるのかみたいな相談をしてもらいに行きたいと思います。でその後ね、ちょっとライカムの方に気になってるアイテムが何個かあって、ふらーってちょっと買い物じゃないですけどお店見て回れたらなっていう感じで、でまあ最後はついでに実家でもやって、ちょっとペットの犬ワンちゃんと戯れていければいいかなって感じですね。でまあ5時からまたバイトがあるので、それまでにはまたこのアパートの方に戻ってきて準備しないといけないので、でバイトして夜筋トレしてっていう感じの流れですね。では早速レッツゴー。まだね、行きながら1時間、1時間半ぐらいかかる感じ、高速とか使わないで1時間半ぐらいかかる感じの場所が僕の地元なので、それまでは軽く、ちょっとなんかさすがにね、1時間も離れてるほど僕は
でワーホリ行くことにしたかったか、なんでカナダに決めたかったか、そういうのワーホリ関係の話でね、まずなんでワーホリ行くかって決めたかについてなんだけど、僕は大学選ぶときに、もちろん第一希望の大学はちょっと僕の実力不足で諦めて、県内の第二希望の大学にそのままセンター試験を使って進んだ感じになるんですけど、そこの特徴としてめっちゃ留学が盛んで、協定校がめっちゃ世界各地にあって、僕はもともと海外に行きたいっていうのがあったので、その大学でも全然僕がやりたいことができると思ってその大学を選んだんですけど、やっぱコロナの影響でね、協定校、この交換留学っていうのがうちの大学にはあるんですけど、その交換留学で留学すると、その海外で、その海外の大学通っててその時に取った単位もこの名誉大学っていう僕が今いる大学の単位に置き換えることができて、簡単に言うと休学しなくていいっていうところがめっちゃメリットで、例えば僕が2年生の時に1年間海外にその交換留学を使って行ったとすると、帰ってきたらすぐ3年生に進級できる形になるんですね。だけどそれがちょっとコロナでいろいろ派遣とかができなくなった状況で、でもやっぱり海外に行きたいっていう僕の気持ちは強くて、教職課程とかを取っている関係で、ちょっと3年生より後に行くとしたら、もう卒業してから就職する前に行くっていうタイミングしか方法がなかったので、ちょっと僕は2年生終わった後に1年間の休学を得て、その1年間で自分で手続きとかをしてワーホリに行くことにしました。なんでちょっとお店まで歩いて、で髪の毛相談していきたいと思います。はい、ちょっと車戻ってきてもう出発してるんですけど、無事相談というか打ち合わせみたいな感じ終わって、どうにかね、長さとか的にも成人式の期間のうちならいけるんじゃないかってことで話してもらったので、ちょっと僕は成人式は派手めの髪で行きたいと思います。まあ、どんな感じになったとかはまた動画にするかわかんないですけど、まあ、当日とか式典とかで見てもらって楽しみにしていただければなと思います。で、今からちょっと次はライカムの方に向かって、ちょっと前々から欲しかったものを、ちょっとまだ在庫あるかとかわかんないですけど、見に行きたいなとか思ってます。じゃあまたライカムまでお待ちください。チョッ。
戻ってきたんですけど、ちょっと今回はねライカムの自由さんの方に行かせてもらって、ちょっと僕が欲しかったちょっと目つけてたものを見て回ってたんですけど、ちょっとサイズ等ね在庫がなくて、ちょっともう大型店舗にしか取り扱いがないってことなので、オンラインストアで買おうと思います。でライカムは本当に、ね、それをちょっと見に来ただけだったので、もう5時にはまたバイトがあって戻らないといけないので、ちょっともう実家のペットと戯れるのもちょっともう今回はできなそうで、ちょっとねもう喉乾いてるので、帰りプラーっとドライブスルーかなんかでスターバックスでも寄りながら、またアパート一人暮らしの方に戻っていこうと思います。ではまたドライブがかくへ GO。これってメニューの画面スライドとかできますか？はい、できますよ。フラペチーノからお出ししますね。はい。通常もう変えた方がよろしいですか？あ、そうですね。ラテのところとか行きますか？はい、ラテ。あ、カフェモカのトール一つお願いします。アイスごといかがなさいますか？アイスでお願いします。いや、以上でお願いします。ありがとうございます。合計475円です。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。これがスタバ慣れしてない男のマッチョ。コーヒーをね、ブラックコーヒーってかっこよく頼めるようになりたいですけど、僕は舌がお子ちゃまなので練習ってことでカフェモカにしたいと。いや、やばかったね、今のとか。メニューにいつも頼みたいのがなくて、焦る感じね。まあ、いいでしょう。こういう日もあります。ありがとうございました。ってことで、ゲットしました。イエーイ。Yes, I got coffee at Starbucks. It is 475 yen, so it is so cheap for me. Okay, so I speak English from now a little time. I'm.Going back my apartment in Nago City. It takes an hour and a half by car. So why you stop it?Bus is stopping. So good. っていう感じでね、飲み物も調達したところでアパートに戻っていくんですけど、まあ、英語はねまだまだ全然ですよ。もうさっきみたいに何言おうかと思ってもね、詰まっちゃって言いたいことも全然まだまだ表せないですし、頑張らないといけないですね。ということで
まあアパート戻ったらそれ特にすることなくて、そうやね、バイト行ってバイト帰ってきて、まあジム行く前あたりにもう一回動画回せたらなと思うので、バイト終わりにまた会いましょう。 See you later。 はい、ってことでね、バイト終わってもう12時ぐらいになるんですけど、ご飯も食べ終わったのでジムに行きたいと思います。僕は一人暮らしはしてるんですけど、僕の通ってるジムがシャワーもあって、そこが便利なので、もう水道代浮かすためにシャワーは基本的にジムで入ってます。ってことで運動してシャワー入って、そうですね、帰りはもう2時3時とかなるっていうのが大体僕がバカみたいなんですけど、それが結構ジム行く時間帯はそんな感じですね。12時間行ったりとかベタである感じになります。まあそういうのはどうでもいいんで、とりあえずジム行っていきたいと思います。 GO！はい、ってことでジムから無事帰ってきました。もう今日はね、あとはプロテイン飲んで歯磨いて寝るだけなんですけど、まあ僕の金曜日、まあ全休の日の過ごし方はざっくりこんな感じになってます。午前中からちょっと自分の用事だったりとか、まあ美容系、僕が今行ってるのは眉と脱毛とホワイトニングの3つメインで行ってるんですけど、それがある日はそれを午前中に予約取ったりして行っていて、で、だいたい夕方ぐらいからはいつも通りバイト入っていって、夜はジムっていう流れが僕の金曜日、まあオフの日の過ごし方っていう感じになってきます。まあ、YouTube 本格的に1本目みたいな感じになったので、ちょっとどんな感じの映像を前もって撮っておけば面白い動画になるのかなとか、まあ考えながら一応撮りはしたんですけど、まあ完成度的にはまだまだな部分があると思いますが、こんな動画撮ってほしいとか、こういうのをちょっと検証してみてほしいとか、英語でなんたらの企画とか、ちょっとアイディアある方はぜひコメント欄でもいいので送ってほしいです。高評価とチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。